ました。よっしゃ来た。お、ちょっとでかいかな。これは取りたい。はい、おはようございます。サムです。私はベトナムのハノイに住んでいます。私のチャンネルではこうしてベトナムからアウトドアの遊びを動画でお届けしています。よろしくお願いします。今日は10月なんですけども、あいにくの雨で近所の管理釣り場でルアーフィッシングをしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。来ました。クランクベイトにスッと。大きくはないけど。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。はい、ヒット。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。クランクベイトにヒットしました。パクーです。まあ可愛いサイズですけど嬉しいですね。よいしょ、はい、クランクベイトを加えてます。ん、来ました来ました、来ました。おっとっとっと、ちょっと可愛いサイズ。あ、外れた。ん？ん？あ、外れてない外れてない、まだいい。はい、パク釣れました。クランクベイトで釣れました。これもリリースします。ご覧の通り雨が降ってますけど、水の中は関係ないと思います。むしろ警戒心が薄まって大きい魚が来ると思います。来ました。よっしゃ、ちょっと小さい、大きくはないですけど、水筒に来ました。よいしょ、はい、パク、かわいいサイズ。はい、キャッチしました。はい、パク、ちっちゃいですね。可愛いけど嬉しいです。じゃあリリースします。雨が止みません。お、リーダーが傷ついたのでチェンジします。
たってる当たってる。来ました。よっしゃ来た。お、ちょっとでかいかな。これは取りたい。なかなか浮いてこない。どれぐらいかな。あ、奥に潜り込もうとしてる。大きいですね。おーら、よっしゃキャッチ。よっしゃよっしゃ釣れました。 2.5 キロぐらいですかね。釣りました。パク、多分 2.5 キロぐらいです。いい魚が釣れました。ルアーは、スプーン 10g です。やりました。はい、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。今日も、楽しくルアーフィッシングをすることができました。ここは、ハノイの、旧市街から、バイクで10分ぐらいのところにある、管理釣り場です。今日も、大きなパクが釣れて楽しむことができました。ありがとうございます。この動画が、少しでも良いと思われましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。